前回のあらすじ。これといって、何かしたわけではない。ここが、木造の町か。クックックック。どうしたんですか、兄貴。もうじきこの町が、私たちのものになるのだからな。笑いが止まらんのだよ。兄貴。どうした？笑いが止まってるっすよ。まあいい。それじゃあお前ら、地下研究施設へ行って、データを盗んでくるぞ。了解っす。了解。帰るともね、貴様らの時代に、我々がピリオドを打ってくれる。クックックック。あ、どうも、霊夢捜査官です。いやあ、ほんと最近一気に寒くなったよね。みんな、風邪とかひいてない？では今回も、空からパトロールでもしていきますか。そういえば最近、すごく気になるものを見つけたんですよ。この、ブルーシートの下に隠れているやつ、明らかに怪しくないですか？見た感じ、スペースシャトルだと思うんだけど、動かし方が全然わかんないんだよね。今回はこれで、宇宙に行くつもりだったんだけどなぁ。お、こんなとこに嫌がったか。あ、マリサ、どうかしたの？今日は、ゴミ拾いやるって言ってただろ。あ、忘れてた。どうしよう、どうしよう。オーバーキャラマード、オーバーキャラマード、オーバー、オーバー、オーバー、バーバー、あはん。さーて、出発するか。あんなところに、ゴミを発見したであります。あ、今の車の降り方、かっこよかったね。しかも、駐車も完璧。街の中には、たくさんのゴミが捨ててあるからな。全部拾って、捨てていくんだぜ。この作業、動画的に地味すぎるのでは。こんな動画を見させられてる、視聴者さんの気持ちも考えてあげて。お前が退屈なだけだろ。やばい、こんな退屈だと、禁断症状が出てきてしまう。わかったわかった。ここのゴミを片付けたら、一旦戻るとするか。わかればいいんだよ、わかれば。じゃあ帰るぞ。あ、喉が渇いちゃったな。じゃあ、コーヒーでも飲んでいくか。キャフン。はい、いらっしゃいませ。ご注文は、どうなさいますか？ね、じゃあこの、ティーで。プププッ、トールでよろしいでしょうか？うわ、冗談です冗談。じゃあこのスモールで、ショートでよろしいでしょうか？なんだその挑戦的な態度は。うわ、なんだこいつ。じゃあこの、本日のコーヒーで。かしこまりました。では、ソロとドッピを、どちらになさいますか。おちょくってんのかお前。やめてゲロ。ではお会計、500円ちょうどになります。ペソしかないよ！ペソで支払いとかできますか。お客さん、冷やかしなら帰ってください。あ、言い方がまずかったかな？アルゼンチン、ペソしかないよ！そういう問題じゃなくて。ここはペソは使えない。そう言いたいのかな？ペソで十分です。ふう、美味しかったんだぜ。ごちそうさまでした。寒い時はやっぱり、温かいコーヒーに限りますなぁ。では今度こそ帰るぞ。了解であります。そじゃあ、ポイントを確認してみるんだぜ。ポイント？何のこと？入り口にあるこれだ。なんだこれは。ゴミを捨てるとポイントが入るみたいだ。1500ポイントまで、あと、114ポイントなんだぜ。じゃああともうちょっとじゃない。おい霊夢、次は2階に上がってくれ。わかったよ。わわ、なんだこのトロフィーは。これは、街の至るところに置いてあるんだぜ。これ、全部集めるとどうなるの？さあな、だがもしかすると、ロケットが使えるようになるのかもな。はいこちらマリサ、どうしたんだぜ。大至急、地下の研究施設に行ってほしいんだお。何かあったのか。何者かが研究所に、侵入したみたいなんだお。あそこには、大事な資料やデータがあるんだお。大至急、調査してきてくれ。わかったんだぜ。任せたんだお。おい霊夢、仕事だ。今すぐ研究施設に向かうぞ。了解了解。でもその前に、もう一杯コーヒーを飲んでからにしない？そうだな、温まってから向かうとするか。慌てちゃダメです。仕事っていうのはね、ゆっくり確実にこなすもんなんだよ。お、いいこと言うじゃねえか。兄貴、どうやら気づかれたみたいっすよ。データのコピーに、もう少し時間がかかりそうだな。まあいい、誰か来たら。
こいつで射殺するまでのことよ。さすが兄貴、超かっこいいっす。ということで、今回はここまでっす。ご視聴、ありがとうございましたっす。お前、一体誰に喋ってるんだ？兄貴、気のせいっすよ。嘘つけ、お前何か隠してるな。そんなことより、誰か来たみたいっすよ。どこだ出てこい。兄貴、ビビりすぎっす。